はい、10月23日です。まあ、レンジオプションに入りまして、いわゆる、こっからここの幅の中で上下しますよっていうことだったです。しばらく上下していただいて、そして何かの予兆でね、ブレイクしていただければ簡単なんですけども、そのレンジを引いた瞬間にブレイクしていくってこともあるんですよね。さあ、ここがね、見極めが非常に難しいところです。ただ、いつもと同じパターンで測っていけば、きちんとエントリーすることができるんですよね。昨日の動画、相場解説で、ダウントレンドもあり得るよというふうに申し上げました。で、今日はダウントレンドをしっかりと捉えた、そんな図になっていますんで、その辺も合わせながら、来週からの解説も考えていきましょう。デイリーですけどもね、やっぱりね、ぐーっと上の方に上がっていったものが、ここで止まりましたね。こういうふうにね。止まって、下の方に動いてきました。まあ、ですんで、ここで転換が起きたというふうに言ってもいいでしょう。ここにレンジを引いたんですけども、引いた瞬間にガクッと落ちたでしょ。本来ならしばらくこうやってうようよしてくれればね、わかりやすいんですけどもね、そんな都合のいいことばかりではありません。レンジが分かった瞬間にブレイクしていくってこともあります。そして、ここで絡んでる、上下ラインがありますけども、これをね、ずっと横に伸ばすと、これは抵抗体になってるわけなんですよ。まあ、ですんで今、抵抗体に入ってるというふうな認識で4時間を見ていきましょう。4時間を見てみると、お分かりいただけるように、レジサポラインというかね、ボックスを書いた瞬間に、一旦下に抜けて戻ってきた。で、こっから、バイの方で取っていけるかなと思ったら、これね、セルの方に行って、しかもブレイクしたんですよ。ですんで、慌ててセルに入り直したんですけども、どのタイミングでセルに入ったかっていうのは1時間で解説することができます。これもよくあることなんですが、ほら、レジサポラインを2つ書いて、レンジを決めたでしょ。で、昨日は解説で、このあたりからバイに入ったら、実は下の方にズボッと潜れて、そのまま下に行くのかなと思ったら、今度上に上がっていってですね。で、2段ロスカットを食らったって話しました。それから上下したわけなんですけども、改めてここでね、基本に忠実に、まあ、このあたりではバイに入ればいいわけですから。で、バイの方に入ったら、やっぱりロスカットを食らってね、下の方に行ったわけですよ。さあ、そこでですよ。この、レンジを飛び出して下の方にブレイクしていったんですけども、ここで一回、ちょっとね、騙されちゃってますよね。ですんで、新しくエントリーするポイントってのはここになります。ここを超えたら、セルでエントリーっていう方になります。そうすると、まあ、一旦ヒゲを出したんですけども、現在セルで、利益をね、しっかりと伸ばしているってことになります。さあ、こっからですよ。レンジで入るか、もしくは、バイの方に進むと思った私なんですけども、ダウントレンドってものをね、昨日ちょっとお話しました。つまり、25日からの週は、このダウントレンドに入って、114円台から113円台に、変わりました。これが112円台の方に振り変わるんではないかなっていうのが、今日の時点での相場解説になります。はい。実際はね、月曜日になって25日になってみて、改めてその時の相場感を確かめないといけないんですけども、今の時点では、私はですね、バイでずーっと来たこのローソク足が、今度はセルの方にガクガクガクっと向かうと思います。112円台もあり得ると思いますね。まあ、そんな気持ちで今週も本当に、1週間お疲れ様でございました。来週はね、このまま行けばまたね、大きな利益取れると思いますんで、来週は今の時点ではですよ、112円に向かって、今度セルの方で仕掛けていけるんじゃないかなと思います。これが当たれば、また、驚愕利益では認めるっていうことになります。それでは本日は以上です。